お前、わざわざ何をしに来たんだ？だから、二人で遊びに来たんだよ。遊びって、嘘だろう。本当は何か用事があるんだろう。だから。米沢に行こう。ああ、いろいろ報告しなきゃいけないこともあるしな。それで、こいつの作る必勝飯ってのがすんごくうまいんだ。そうか。それはよかった。それでな、こいつが作り出したたい焼きって甘味がうまくて。そうか。をしている南蛮トライの道具があってな、米沢城下で手に入れたんだ。で、その道具に生地を流し込んでこしあんを挟むんだ。へえ。こしあんってのがまたいいんだよな。こいつの作ったあんこは甘さも絶妙で、口に入れた瞬間ホクッとして、ハムハムってつい二口三口すんじゃうんだよな。そのたい焼きとやらは今日はないのか。ああ、惜しいな。あれは型がないと作れないんだよ。なあ。残念だったな。残念だったな。はあ。
何か別のものでいいから甘味を作ってくれないか。政宗様がご所望のようだ。まあ構わない。もちろん。重真のせいで仕事が増えたようだな。なんで俺のせいなんだよ。命じたのは小十郎だろ。というかあいつを勝手に女中として使うなよな。お前が甘味の話をするから。手間をかけさせてすまないな。そうか。何を作っているんだ。ずんだ餅。いや、ずんだ餅は政宗様の好物だよ。ありがとう。いや、そうではなく。あいつのそばにいてくれて、ありがとう。あいつのそばにいてくれてありがとう。そうか。でもお前のおかげであいつは変わったし、強くなったよ。先般の芦名の戦の件は驚いた。あいつが米沢の命に背くことなんて今まで一度もなかったからな。そうだな、その通りだ。
毎度やられては困る。だが重実はその辺の良し悪しの判断はできる男だからな。あまり心配はしていない。あいつがきちんと自分の意思を持ってくれたことに成長を感じた。じゃあ広間で待ってるから。あんまりお前と二人でいると重実にどやされそうだしな。あいつの様子を見に行ったんじゃないか。心配か。まさか。何も心配してないよ。信じて。信じているよ。あいつのおかげで俺は変われたし、強くなれた。確かにお前は変わったな。わかるか？どうだ？羨ましいか？別に。だろうな。お前も自分では変わりたいとか思ってないだろうしな。どういう意味だ。何でもないよ。ま、政宗にもそういう相手がそのうち現れるよ。ま、その前にまずは女嫌いを直さないとな。重実、お前また政宗様を困らせただろう。困らせてないって。女嫌い直した方がいいぞって助言してただけ。
嫌いよ。まあそれは否定できないが。だろ？まあそうムッとするなよ正宗。原因を作ったのは重猿だろう。今のは小十郎だろ。どうして命に背いた。逃げずに向き合うって決めたんだ。そうか。大森の戦力があればこの程度の陣押し返せましょう。ああ当然だろ。引くな。全軍一気に押し出せ。一兵たりとも逃すな。何がだ。伊達のご当主にその言い方はないだろう。お疲れだったな。よかったですね、正宗様。あ、それ正宗の好物じゃないか。ありがとう。物を作ってもらうなんてずるい。お前はいつも食べているんだろう。その伊達焼きだったか。たい焼きだ。小十郎、お前人の話全然聞いてないだろ。のろけは話半分で聞いてるのでな。はあ、のろけを素直に聞けないやつは心に余裕のないやつだ。失礼なことを言うな。
ヤヒコと言ったか。毒味役は必要ない。以上だ。じゃあさ、俺の城に連れて行ってもいい？しげざね。別に同じ欧州だし、問題ないだろ？いいよな、マサムネ。勝手にしろ。じゃあ、決まり。うまそうに食べるな。よほど美味しいのでしょう。ああ、うまい。ありがとう。ありがとう。政宗様の後でいただくよ。ありがとな。いただきます。